どうする？今日はいつもより安くしてやる。好きなものを選べ。どうする？何を探してる？そいつでいいの？分かった。持っていけ。間違えた。ああ、分かった。どうする？何を探してる？そいつでいた。ああ、分かった。どうする？何を探してる？どれだ？まとめて。分かった。聞き取ろう。いいんだな。ああ、引き受けた。いくつ？いいんだな。分かった。いくつ？いいんだな。分かった。引き取ろう。用は済んだのか。じゃあな。
芸の動きとか戦いの参考になんねえかと思ってさ。ド派手な必殺技とかあったらやっぱ強そうだろ。だろだろ。それにほら、俺たちの力って心の力とかいう話じゃん。だったらやっぱ漫画とかゲームとか参考になると思うんだよね。ああいうヒーロー見てるとさ、気分上がるしイメージ湧くだろう。あーでもいつか逆に俺らの活躍がゲームになったりしてな。前もほら大勢助けたじゃんか、モノレールのやつ。あの時とか大活躍だったろ。あの危機一髪からの生還、映画のクライマックスっぽかったよな。美味しいとこは割とお前だったけどよ。ああ前はさ、ちょっとばかし手間取ったけど、今度大物出たら俺マジ活躍するから。お前もやる気ってか。だけど次はお前の出番、食ってやるよ。俺割と真剣に頑張りたくってさ、力に目覚めて使命ができていいきっかけになったってか、こういうの待ってたっていうかさ、俺の青春やっと動き出したみたいな感じすんだよね。だからまあお前にはまだまだ負けねえって話よ。のんきに構えてるとすぐにリーダー交代だからな。じゃあまあだべってばっかないで対戦でもするか。次の大物の前にまずここが俺とお前の大一番だ。んだと？ご立派な吠え面書かせてやるぜ。オラ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 。あ、おかえり。
よし、始めるぞ。じゃあ、そうそう、いらっしゃい。確かこの間この辺に出てこんの。おおよくわしらが探し物してるってわかったの。お前さんってばエスパーさんかい。わしのメガネをじゃなかった財布を探しとるんじゃが難儀でのってばエスパーさんじゃないのかい。ちょうど誰かに手伝ってもらえたらなあなんて考えてたとこなんじゃよ。わし
こんだけ探して出てこんとは。で、何を探してたんじゃっけ、わしら。ボンジュール。外に大層なもの落ちてござったよ。ここのではありませんか。うわあ、これじゃよ、これこれ。この財布を探し取ったんじゃ。金の財布でも銀の財布でもなく、この財布を探し取ったんじゃ。やや、お主、噂の転校生殿であらせられるね。拙者も同門、月光館の生徒でござるよ。拙者、フランスよりこの近所に参った留学生、アンドレ・ローラン・ジャン・ジェラール、あざなはベベと申す者なり、お見知りおきを。こんなとこじゃなくて、今後ともよろしく。拙者、常日頃より家庭科室で修行のみ、暇なら遊びに来るです。それではオルボワールでござる。ずいぶんとまあハイカラな子だったね。確かこの中に入れといて、財布の中なら忘れんじゃろって。おお、あった、やっぱり財布の中じゃ。やったね、わし。おじいさん、それってその鍵ってもしかして。やだな、ばあさん、車の鍵じゃろうが。息子が乗ってたやつの。こんないい子が来てくれたから、こう二度目の若気の至りかの。久々にアクセルブワーンってしたくなってな。ばあさん、わしいくつに見える？やめてください、車に乗るだなんて。私を一人にするつもりですか。あ、はあ、ごめんなさい、いきなり大声出しちゃって。びっくりさせちゃったかい。息子な、こないだ話したじゃろ、死んじまった息子。仕事から帰る途中事故でな、酔っ払い運転のダンプに突っ込まれての。ああ、わしを殴っとくれ。デリカシーのないわしを殴っとくれ。ばあさんの気持ちも考えずにはしゃいじまって。わしってやつは、わしってやつは。なんかわしらみんなしてへこんでない？せっかく財布も見つかったんだし、ばあさん、たまには外に食いに行こうかいの。あれ、お前さんにはこれ、一緒に財布を探してくれたダチンじゃよ。
はいはい。Hehehe